兄さんですか。妹さんの容体が良くない。急いでください。興味ないんだね。違う。自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだ。マリー、このまま行かないでくれ。大丈夫ですか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。いるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。
喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化する、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指しするな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。
あるじゃねえか。この残りを片付けようぜ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。見つかった。戦って倒すしかねえ。やるな、筋がいいぞ。
奴らはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づく。くそ、見つかったか。戦って倒すしかねえ。私の存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づく。くそ、見つかったか。戦って倒すしかねえ。力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。ところはマレビトが多い。気をつけろ。マレビト？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で呼吸をしておけよ。
嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。状態じゃないぞ。マリー、マリー、落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。
何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリ、僕は伊吹明人だ。今更自己紹介かよ。まあいい、KK だ。名前は捨てた。 KK、 マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。
人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。守りを固めるんだ。蹴るのが無理なら守りを固めろ。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。まずいな。あとは鳥居だな。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。守りを固めるんだ。怪我するぞ。離れろ。
と浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。なんだこりゃ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。おい、離れすぎだ。戻って助けてやれ。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。
あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。生きてるみたいだ。コンビニか。何か何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。富士屋マートには24時間ご利用可能な ATM が設置されております。お引き出し、お預け入れはもちろん、各種お振り込み、宝くじのご購入など。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。富士屋マート CS ベイブステーション、新商品のご案内です。何か使い道があるのかな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。買い物の待ち時間が一番辛いな。
悪かったね。そこの2階だ。なんだろうこれ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。確かに。お前が代わりにやってくれるか？やだよ。向こうの世界の食べ物。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃな。なんだよこれ。気に入ったか？持っていけ。こんなものどこで？職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた、何者なんだよ。国の番犬かつ、はぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジト。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。
俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。もう少し部屋を調べてくれ。役に立つものがあるかもしれない。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。なんだこりゃ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとか。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。用がないなら出るぞ。結界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。
持って数分だ。急げ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。ゆっくりしている暇はないぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。止まり？いや、上に行けそうだ。かけすぎてる。時間がない。急げ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。
やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。びっくりした。誰かいる？違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。そうだね。山で売ってるのかよ。珍しいものが売ってるな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われてきたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか？さあ、どうだろうな。